13-1物欲が人の心に安心を与えないことは事実だが、栄、え、達、ー、の階段を目の前に見ながら、どうしてもそれに足をかけられないものかしさは、こんなにもひどいものであろうか。ひねくれ者め。白く灰をかぶった渦みびを、ほじくりながら大勢はつぶやいて、イライラと落ち着きなく廊下の方に気を配った。 今呼びに来るか、今呼びに来るかと待っているのである。伝七郎の行方が不明になってから、大勢は毎日イライラした日を送っていた。あれっきり、早朝は毎日顔を合わせていながら、あの話に触れない。触れないのは伝七郎の行方を突き止めて、その心を翻さない限りは、話の進めようがないからなのだが、それとわかっていても、 日々に募っていく陰鬱な焦燥をどうすることもできないのだ。それが今日、坂井家から迎えがあって出かけた総長が、つい半時ほど前帰って見えた。てっきり弟のことに関係して、と推察がついていたので、一層落ち着きなく総長から呼びに来るのを待ちわびているのだった。ひねくれ者め。 こうまで相乗が躊躇しているところを見ると、どうせいい話ではあるまいと思って、大勢がまた弟を罵ったとき、美しい寺御将が呼びに来た。十三の二大勢の予想は的中していた。相乗はこういうのである。弱衆のところに行ってみたがのう、見つかったそうじゃが、 すぐに話してやったという。最もっとも、住みかはわかっておる。上誌がやの奥のよし。なぜ弱衆が話してやったかというと、女はついておる。おまけに、その女は、子、駿河様ご息女じゃ。これは前からわかっていたが、わしがそちに知らせなんだのじゃ。というのは、かなりに気の揉める組み合わせなので、万一のことがあったらば、 そちに知らせんで処分して抜けようと思ったからじゃ。ててじゃの名をけがさず、そちのためを思えば、そうするより他はないゆえの。ところが、弱衆の見るところでは、色恋の関係よりないというのじゃ。まず幸いじゃが、スルガ様は、上様のお憎しみの積もる方じゃ、さような人と連れ合いになっているものを弟にもっては、 そちに対する上様の思惑もいかがと思われる。で、わしもいろいろと工夫をしてみたが、どうであろう言いにくいことじゃが、伝七郎と偽絶して兄弟の縁を切らぬか。切った上で、伝七郎は急病で頓死したとか、なんとか。そこはわしがご愛よく作ろうておくが、出なければ後でそちの弟と名乗って出るようなことがあっては。 からくくりがばれてくるしかし栄達に心焦っている体勢もこれは素直に同意のできることではなかったそうするより他はないのじゃ兄弟の情けとしては忍びぬところではあろうが上様のお心休めも思わねばならぬしテテジャのせっかくの忠止を後世に生かさねばならぬしそち一心の栄達のためのみではないぞ もっとも、両人が切れてくれればこの上のことはないが、といてみたとて、あのすねもの,のこと、一層意地になるであろうし、余震場切れさせることはできても、ご恩情をお受けするかどうか、それも疑わしい。所詮は、今わしが言うたことが最上の策じゃと思う。そうだ。そうすれば面倒がないと、大勢は考えたが、 こういうことを考えることが何か恥ずかしいことのような気がして黙って自分の膝を見つめていた。それより他に方法はないぞ。総長はまた言った。しかし、一応は伝七郎を悟しました上で、なお聞き入れぬということでござりますれば。大勢は途切れがちに言い出したが、最初の言葉が 唇を離れるとともに自分の意志が僧うの言葉に従ってしまったことを感じて顔をあからめた。んそれが道であろうな。僧うは目をそらしていったが自分でも思いもかけず、かすかに赤くなった。14-1暦の上では春になっていても 毎日毎日寒い日の続く頃、不意に戸惑いしたように、めっきり春めいた日が、一日か半日来ることがある。大勢が電子七郎を訪ねてきたのは、そんな日だった。一日を昨日休みの日だったので、電子七郎は庭に出て、霜に荒らされた庭の手入れをしていたが、前の道に書き下ろされた顔から出た兄の姿を見て、 最初は少し驚いたが、すぐ。よくわかりましたな。と、落ち着いて微笑してみせた。これは大勢には意外だった。顔を合わせるや否や、喧嘩越しに来る伝七郎であるに違いないと思い込んできたのである。大勢も微笑を持って答えたが、我ながらその笑いが歪んだものであることを感じずにはおられなかった。 こうした態度に出られては、仰向きが仰向きであるだけ苦痛だった。しかし、意外はそれだけでなかった。スル大ダイナゴンの即女であるという、伝七郎の妻の態度も、初めて会う夫の兄に対する懐かしさと、つつましさとに溢れている。大勢はますます心が重くなるのを感じた。だから、こういうことに触れては、ますます 当の要件が切り出しにくくなるばかりだと思いながらも、一運先生のところをやめては生活に困るだろうとか、唯道場の噂とか、近頃の健康状態とか、このあたりは感性でよかろうとか、そんなことを次から次へと怒りも快活そうに聞いてゆくのだった。伝七郎の方もありに劣らず快活に受け答えしてゆく。 けれども、こうした本心の伴わない会話というものは、どんな場合でもそう長続きするものではないので、ついに体制の恐れている最初の沈黙が来た。14-2聞きづらいほどどもりどもり言う兄の話の中心がやっとつかめた瞬間、 伝七郎の顔に青白く走るものがあって、んざした膝頭がブルブルと震えたが、じっと両目をつぶって、再びそれを見開いた時は、もう平成に帰っていた。よろしい。わかりました。が、拙者としては、兄弟の縁を切っていただくより他はござりませんと、伝七郎の答えは静かだった。 わしも辛いが、ほっとしながらも、あまりにも穏やかな弟の態度にまた不安を感じて、大勢はおずおずと言った。何のと、伝七郎は薄く笑った。皮肉とも、あざけりとも、憐憫とも取れるような微笑であった。本にわしは辛いと思うのじゃが、僧侶様がそうするより他はないと仰せられるで。 いや、拙者は少しも構いません。なんなら、後々のため、一冊入れましょうか。ぎょっとしてみると、伝七郎は依然として微笑していた。そちは。はははは。突然、伝七郎は怖高に笑って、くるりと、勝手の方に体をねじむけて、お帰りになるぞ、と叫んで、自分が先に立って、縁側に出ていった。 いずれ改めまして、ご思案に余ることがございます説は、いつ何時なりと手前まで。送りに出た雪に大勢はくどくどと言いかけたが、伝七郎は遮った。赤の他人の情にすがるほど、伝七郎は恥知らずではござらぬ。いや、わしは、ご無用。伝七郎は家に入って、ぴしゃりと障子を締め切った。まもなく、 日が傾いて、少し風の出たの道を行くカゴの中で、大勢は手切れの金を渡すことを忘れてきたことを思い出したが、忘れてよかったと思った。あの剣幕では、そうしたことをしようものなら、どういうことになったか知れないと思った。そして、死んでしまいたいほど、自分をとわしいものに感じた。兄のカゴが雑木林の影に見えなくなった頃、 伝七郎はまた庭に出て、クワを取った。どうなすったのでございますゆきは不安げに、夫のそばに寄って聞いた。あれはな、出世の犬というものだ。優しく微笑して伝七郎は言ったが、ゆきはその顔が青白く震え、クワを持つ手が激しい感情を抑える努力に、小さく震えているのに気がついた。 1 5 1二度の春秋が送り迎えせられた。その間には色い々ろいろなことがあった。まず天海僧侶が134歳の高齢で弱し、大勢は戦争時の別当となり、ガランは壮大な規模を持って寄港せられ、伝子治療は依然として小説の道場に通っていた。そして、あれから1年目に生まれて、 大二郎と名付けた子供は数え年の二歳になっていた。さらに将軍家光はつい十四五日前、慶安三年四月二十一日に病没した。十五の二四つばかりの裏庭を切る崖の斜面に生えた樹木の若葉の返す光が、 水の底のように青く澄んでいる部屋である。崖にあたっては光と一緒に折れかかんでくるのだろう。絶えず涼しい風が吹き込んでくる。もう昼の支度にかからねばならぬ時刻、と思いながらも雪はもう一針、もう一針と裁縫から手を離すことができなかった。裁縫は笛手であったのを、 あれから一心に稽古して、人頃はし仕事までして、それが生活の足しになるほどに上達したのである。さあ、これでよし。襟をくけ終わって、きは仕事の後を見返した。あとはれと紐をつければ仕上がりなのだ。きは、これを大二郎に着せて、明日あたり丸橋の家に連れて行こうと思った。白地に青く。 朝の葉の模様を吸ったこの着物は、昨日丸橋の妻女が大二郎のためにと持ってきてくれたものである。大二郎は寝ているな。そこに伝七郎が出てきた。朝飯を食べるとすぐ何をしていたのか、今までことりともせず、今にこもっていたのである。はい。雪は微笑して、夫の顔を見上げたが、覚えず、 ぎょっとした。それほど異常な夫の顔色だった。何かしら一心に思い詰めているように、目が光って乾いた唇の端がピリピリと震えている。どうなすったのでございますと、問いかけようとしたが、その間を与えず。話がある。今に来てもらいたい。と言って、電子治郎は引き返していった。そちに、 覚悟してもらわねばならぬことがある。胸をとどろかして、おずおずと座るユキの前に、いかめしく探ざした伝七郎は口を切った。その低い、押しつぶしたようにかすれた声の調子は、またユキを脅かした。わしは言うまいと思っていた。だが、やはり言うておこうと思う。そう言って伝七郎は躊躇するように口ごもった。 ユキは、ちらっと夫を見上げたが、すぐまた目を伏せた。わしらは、今、容易ならぬくわダてをしておる。と、伝七郎の話してゆくことを聞いて、ユキは髪のように青ざめた。恐ろしい。なんという恐ろしい。坊やはどうなるこの人は、私は三年前。 あれほど熱中していた復讐の心は、今は、雪の心からは消え去っていた。当の将軍家がすでに亡き人となったからというだけでなく、親子三人の平凡ながら平和な生活に満足するようになっていた。そして、夫もそうだと信じていた。雪は、火のように熱い風と氷の上を渡るような冷たい風とが交互に、 頭の中に旋風となって渦巻くような気がして、冷たい汗が額に滲んだ。わしは、丸橋先生にも、ゆい先生にも、恩義を覆っている。生費を問わず、ご加担申さねばならぬ身だ。その上、わし一個としても、今の世の組織というものに対しては、疑念と像を持っている。たった一人の人の満足のために、 わしの父は冤罪に死に、一人の人の都合のために、わしら兄弟は二十五年の間、恥とあざけりの中に生きねばならなんだ。そして、危うく理由もなく殺されようとし、たった一人の兄とは偽絶せねばならなんだ。たった一人の権力者の意を迎えるために、こうしたことが、生き通るところもなく、はばかるところもなく、 行われる今のようだ。わしは、憎悪と憤満を抱いておりながら、どうすることもできないことと思い諦めていたが、ゆい先生と丸橋先生は、それを是正する方法のあることを示して下された。わしにとっては、安夜に巧妙を認めた気持ちだ。そちとてもそうだ。たとえ唐の仇は亡き人となろうとも、その人の決闘は、 東大の将軍家に伝わっておる。こうした企てにわしら夫婦が加担せずに誰が加担しようわしはそちは喜んでくれることと思う話してみて話してよかったと思う激しい心の動乱にゆきは夫が何を言っているのか大半わからなかった 十六の一。困った。困った。小日向の上水道に沿うた鼓の上である。涼しい歯を広げた楓の木陰に腰を下ろして、林里江門は幾度となくため息をついた。ギラギラと水面をよじれる昼過ぎの火が、例の狐のような痩せた顔に照り返ってきて、鼻の頭に汗が、 玉となって吹いている。つい、ひと月ばかり前、リエモンは、将軍お互い後、なんとなく人心が穏やかでない。こういう際には、ひとしお気を配って、と、松尾貧乏に特別の注意を受けた。なるほど、その気で見ると、不審に思われる角々がある。第一、身も知らぬ人の出入りがしげくなって、 しきりと髪型方,方面から人が来る。こちらからも髪型に向けて旅立つものがあり、昼夜自身もどこへ行くのか、よく二三日ずつ家を開けることがある。何かおる。そう思って全身の神経を尖らして嗅ぎ回ったが、どうしてもわからない。掴んだ。と思って勢い込んでぐってゆく糸がどれもこれも。 もう一息というところで、ぷつりと切れてしまう。息詰まるような疑惑の雲の中で、もがき抜き、あがき抜いている気持ちである。こうしたもどかしさの中にいては、リエモンのような非創な性格の男にも、欲得を離れた探索の熱情が湧いてくるのだ。ところが、昨夜のことである。主人の昼夜から呼ばれて顔を出すと。実は、 わしはこのたび歌集家に千五百国で召し抱えられることとなった。ついては国詰めということで、両三日中に当地出発、歌集て発行せねばならぬ。いずれ先方に落ち着いた上、また来てもらうことにするが、それまで気の毒ながら、いずれかしかるべき夜べに、いを寄せていてくれぬか、と、こう申し渡された。 お払い箱である。お払い箱は構わないが、ゅうのい平一んなど、花はあは怪しいのだ。何か切迫して、ことのありそうな気がする。だから、このまま、松をびんごの元に帰ろうものなら、あのわがままな飼い主は、頭から罵倒するに違いない。うっかりすると、このまま、 飯の食い上げになる恐れが十分にある。だから、ビンゴの屋敷まで帰るつもりでここまで来はしたものの、途方に暮れて考え込んでいるのだった。困った。困った。リエモンはまたつぶやいた。その鼻先を鬼とんぼの夫婦がつながったまま狂ったように水の上を飛んでいった。えい、くそビンゴも、 中夜も、ビンゴの背後にあるという、井大老も、何もかも小尺に触って、リエモンは、鼻の汗をぐいっと袖で横なでに吹いて立ち上がったが、すぐまた尻を据えてしまった。そのまま、長い間、立てた膝に頬杖をついて座り込んでいたが、日が傾くにつれて、木陰はリエモンの上を去って、頬と手のひらは、 にちゃにちゃと汗に粘ってきた。やけくそな気持ちで意地になって、その暑い日差しの中に座り込んでいたリエモンも、やっと仕方ないと決心をつけて立ち上がって、夏草の茂った鼓に、誰がつけたともなく、ハスについた赤土の小道を降り切った時である。おやリエモンは、伊丹伝七郎の妻、 雪の姿を見て足を止めた。雪は太った二三歳のエイジを抱いて手にした赤い風車を自分でプープー吹いては怪しながら歩いて行くのである。あの女も変わったものだ。とディエモンは考えた。最初彼が丸橋のところで見た頃の雪は ただながの即助だという考えがこちらにあったせいか、いかにも圏高な威厳に満ちていたが、いつの間にかそうしたところが取れて、今ではすっかりスロー人の世話女房になりきっている。突然、素敵もない考えがディエモンの頭にひらめいて、もし、と声をかけたが、その顔は一生の運命を人勝負にかける。 爆打打ちの顔が、こうもあろうかと思われる、必死の色に満ちていた。おや、まあ。この頃、少しやれたように、頬が細くなりながらも、それまで美しく微笑する雪を見ながら。伝七郎は、よく丸橋と密談している。だから何かあるとすれば、無関係なはずはない。そしてこの女は、駿河大納言の娘だ。 ご講義には深い恨みを抱いているはずの女。まんまん知らぬはずはない。と、素早く考えて、ずっとそばに寄って、ことさらに低く怯えたような声で言ってみた。これから、お宅に伺おうと存じて参ったのでござるが、良いところでお会いできました。なんでございますやら。雪は弱々しく微笑したが、すぐ怯えたような顔になって、 不安げにあたりを見回した。ディエモンは素早くそれを見て取って続けた。至よに他の同士にも触れねばなりませぬゆえ、ここであなた様にまでお話申しておきます。ご帰宅の上、ご主人にはお伝えくだされ。ユキはもう明らかに動転して、足も地につかぬように見えた。お待ちが、とディエモンは、 やっと聞き取れるほどの声で、どうやら裏切りの者が出たのではないかと思われる節がありましてな。キは無言で必死と子供を抱きしめて、放心したように見張った目に、溢れるばかりに涙を溜めていた。あなた様方、ご夫婦は良い。何と申しましても、まさかの時は、酒井様のご彦がありましょうゆえな。が、無惨は、 我々でござります。町奉行町奉行が、本当でいや、何のことでございますやら、私、少しも加点が参りませぬが。やっと言って、雪は青ざめた顔に、弱々しい微笑を浮かべた。とにかく、ご帰宅なされたら、この旨、お伝えの上、十二分のご改心をと、ご、お申し下され。 いや、ただの取り越しぐロかもしれません。多分、そうであろうとは存じまするが。では、急ぎまするゆえ。これにて失礼。一礼して、リエモンは別れて、ちょうどそこにあった横道に入ったが、少し行くと引き返して、池垣の陰から雪の行った方を覗いた。雪は、まるで追われているような足取りで急いでいた。 ある。確かにある。が、もう少し、確かなことを知りたいものだ。と、リエモンは、得意な微笑を漏らしながら呟いた。十六の二。外を通る人の足音、風鈴のささなり、すだれのそよぎ、見るもの聞くもの、すべてに心が怯えた。これがたい夏の日も、 とっぷりくれたが、伝七郎はまだ帰ってこない。大二郎に行水を使わせることも忘れて抱きしめたまま、雪は乾ききった目を据えて座っていた。イ様は二三日前、駿府に向かって旅立たれたという。今日、大阪の受け持ちの人はずっと前に向こうに行っておられる。明後日、七月二十六日、 江戸、駿府、京、大阪。時を同じくしてことを起こす手はずということは、ゆい様の立たれた前の日、最後の打ち合わせに行った夫が帰ってきて話してくれた。だが、今日の林様の話では。そう思う下に、あなた様ご夫婦は良い。万一、ことを露見となりましても。 坂井様ご彦がござりましょうゆえな、と、羨ましげに言ったリエモンの言葉が、まるで見残した悪夢のように胸に仕えている。そうかもしれない。そうかもしれない。だが、こういう空恐ろしい徒党に一味しても、助けの手を差し伸べてくれるであろうか。雪は、すやすやと、 無心に寝ている大二郎の顔を見た。男の子には珍しいほど、気量よく生まれついた子である。健康そうに取った方は、ほんのりと汗ばみ赤らんで、赤い唇はかすかに開いて、やっと上下4枚ずつ、生えた歯が覗いている。かわいいや。かわいいや。じっと見つめていると、深い寝息をついて、 むずむずと太った手を動かしたかと思うと、にっと笑って口をすぼめて、乳を吸うように動かした。ほほ。ぐっと、胸元にこみ上げてくる涙を食い止めて、雪はおろおろと立ち上がった。そして、まるで目に見えぬ糸に操られているように、子供を胸に抱きしめて外へ出た。かわいいや、かわいいや。 疲れたもののようにつぶやきながら、ふらふらと雪の行くのは、橋を渡って牛込めの方へである。猛烈な矢かを叩き潰すこともせず、わずかに身を動かすだけでこらえていた人影が、崖の下の草むらの影にあったが、雪の後ろ姿を見て、まるで水から出るカワウソのようなしなやかさで通りに出てきた。うん うなって、林エモンは、闇にも白く目立つ馬のような歯をむき出して、声もなく笑った。そして、蹴とられぬだけの距離を保って、スタスタと後を慕った。やっぱしゆ雪の姿が、境底の門に入ったのを、遠く見ただけで満足せず、わざわざ門前まで来て、覗き込んでから、エモンは独限して通り過ぎて、 松尾ビンゴの屋敷の前まで来たが、急に立ち止まった。くるくると、コマネズミのように、その場を二三回回ったと思うと、弾じけるように駆け出した。ひぬもねおって、鷹の餌食、危うく手柄をさらわれるところを、ビンゴ殿などに申したら、自分はあらかた、ビンゴ殿のものになる。こいつは、一番図州殿に中心と言ったがよいぞ。この木を外して、 心象ありつきの時は泣いて。弾み返る鼓動と共に、リエモンは思った。17-1遅く出た24日の月の光が、まばらに立ったこの深海地の家々の板屋根や、池垣の上に薄が霞のように煙っていた。やっと帰り着いた。我が家の池垣の外に立ち、 ほのかな月影の中にひっそりと寝静まった雨戸を見たとき、電子七郎は深い息を吐いた。慣れた道ながら酔った今夜はひどく遠いように思われた。が、ここまで帰ってくると、このままでは寝ることができないような気がして、初秋らしく美しい星空を仰いで佇んだ。電子七郎の心には今別れてきた。 丸橋の様子が生き生きと動いている。四十人近くもいたうち弟子を昨日から今日にかけてそれぞれの夜辺に引き取らして苦心の者四人だけをとどめた丸橋は酒をこむって意気公然たるものがあった。わしは学問のことには一向不安内じゃが、かつて由井先生の講義でこういうことを承ったことがある。衆の武王が 陰の中央を打たれたとき、中の悪、官営せりと申されたよし。今の抗議がそうではないか民に灰色あり、町に画表ありというに、一人として帰り見る重心もなく、不平のとは天下に充満している。まさに徳川の悪官中セリというべきの時だ。この時一度砲を上げて、合衆するものがあったなら、天下は急然として、 矛を取って立つにそういない。大事常時は健全の理でござる。この激しい気迫に触れて、別れてきた伝七郎は、酔いに荒々しくなった感情も手伝って、じっとしておられないほど心が高ぶっていた。とてもたまらぬ。伝七郎はつぶやいた。ことを起こすのは明後日の夜だから、今からではかれこれに中夜も、 無意に過ごさねばならない。だが、やむを得ぬ。やがて、またつぶやいて、一足踏み出した時である。愕然として、伝七郎は身をひねった。肩先をかすめて、白い光が流れ。ご上位無言で気上げる伝七郎の足の先に、男はマリのように消し飛んで、どうと血に這う。見返る間もなく、生垣の影、小溝の中、 立し木の影と影という影、へこみというへこみから、ドット十四五人の人数が踊り出してきた。来よう、上位。遠巻きに袋の口を閉めるように、じりじりと迫りながら、口々に叫ぶ声が、静かなやきに激しい小玉を呼んだ。こと、破れた。という思いに続いて、祭祀のことが念頭に登った。逃れようとは思わなかった。 このこと一つに一生をかけて、この数年を生きてきた身である。この場を逃れたればとて、こうなっては、最挙は望まれないのだ。だから、祭祀を刺して、せめてもの最後を潔くしたい。伝七郎は刀を構えたまま、じりじりと後じさりした。そして耳を澄ましたが、背後の家の中は、しんと沈まっている。 抑えられたか冷たい絶望が汗となって額に滴たる。しみょうにせい。しみょうにすれば、お情けがあるぞ。取り手の背後に指揮者と見えて、一人離れて立っていた男が叫んだ。声に覚えがあるような気がして、電子治療はちらりとその方を見た。わしだわしだその男は、そう言って一足出た。 松尾ビンゴだな。そう悟って、伝七郎は声もなく笑ったが、次の瞬間には身を翻して背を向けていた。お老媒して追いすがってくる一人の利き腕をつかむや、胴と投げて起こしも立てず、二つに切って離し、伝七郎は生垣の中に飛び込んだ。十七のユキ、ユキはおらぬか ほのかな月の差している雨戸を背に、片手に刀を構え、片手に雨戸を叩いて、電チロ郎は血を吐くような声を絞ったが、雨戸の中はひっそりと静まっている。勇気は売らぬか再び、悲しく電チロ郎が声を絞った時、どけ、どけ。池垣の暗い影に立っていた松尾ビンゴが、こう言ってつかつかと進み出てきた。 二軒ばかりの距離まで迫って、ぴたりと足を止めると。拙者が、お相手しよう。と言って、すらりと刀を抜いた。おうと、答えて電子チロは、雨戸を離れて一足出た。胸から上を区切る月の光が、青白く微笑んだ顔に落ちる。えいと、叫んで、ビンゴは血を蹴った。月光を切った刀身は、冴えた鋼の音を立て、 火花を散らして、楽器と十字に絡み合う。着くか、押すか、外すか。じりじりと、刀を境に釣り上げられるように顔を寄せ、身を寄せながら、子七郎は死音した。すると、痛み殿。ビンゴの顔が微笑して、風のように囁ささいた。大老様、悪うはなされませぬ。我々とても、待ち方の取り方ではござらぬ。穏便に、 ご同行を願いませぬか不思議なことを言う伝七郎は猛然として相手の顔を見つめたお生き様ごびっそでござりますぞえっ危うく伝七郎は叫んだが刹那の後には狂気したようにすさまじい顔になって勇気勇気はおらぬかと喉も避をと絶叫した偽りと思われるかビンゴは依然として 微笑を含んで囁ささく。言うな、嘘だ伝七郎は血を蹴って刀を引っ外して横殴りに叩きつけた。あ<っ>火にかれたように飛び去るビンゴに目もくれず、伝七郎は漠然として走り出した。17-3。そんなはずはない。と、強く否定する心の底から、雪と坂井大郎との たずならぬ関係が思い出されてくる。初めて大事を打ち明けた時の恐怖に満ちた青ざめた顔が思い出されてくる。子供を抱いて、わけもなく涙ぐんでいることのある雪ではなかったか。女心の浅はかさから。いや、そんなことはないはず。わしの帰るまでに捕らえられたに違いない。必要な猟犬のように、 背後に追い迫る足音を聞きながら、伝七郎の心は知事に惑った。伝七郎は、ひた走りに走った。いずれにしても、丸橋に知らせねばならぬと思った。丸橋に知らせて、逃走させることはできないまでも、あの家に保管してあるはずの伝ぱ状だけなりとも、未然に処置したいと思った。が、夕立雲が広がってゆくように、 妻に対する疑惑の影は、伝七郎の心に翼を広げてきた。そうであったら、悲しく心に叫んで、伝七郎はよろめいた。わしが、ふらきり者になる。わしが、ふらきり者になる。わしが、このわしが、ふらきり者になる。わしが、ふらきり,り者になるのか。いてもたってもいられぬ気持ちである。 立った、座った、また立った。石爆としたヤイの屋敷町の通りに、背後の足音も耳に入らぬげに、疲れた者の,のように、物狂ばしく、伝七郎は狂い回った。あれだ、脱がすな辻に現れて、叫び交わす足音を聞いたとき、伝七郎は、再び弾丸のように走り出した。水戸屋敷と、環状奉行役宅の間を抜けて、外堀に沿うた道に出たとき、 電子治療は、水道橋からお茶の水に向かって、次第に上りになる坂の上に、うをし、さをして、飛ぶように馳せ違う、万道を貫いたようなちょの明かりを見て、あっと叫んでよろめいた。しまった遅れた電子治療は、唇を噛んだ。すると、止まれバラバラと四五人、前方の往来にこぼれて、 はっと身構える電子七郎をひっつつんだ。身支度も厳重に、一目で待ち方の取り手とわかる連中である。ご存分に電子七郎は、この上の犯行はすまいと思った。これでよし。これだけで、自分の講義は十分に徹するはずだ。と、瞬間のうちに、極度に冷静になった心で考えた。 何者だと、頭だった者が油断のない物腰で寄ってきた。お役所にて、名乗りまする。身に覚えあるものでござる。伝七郎は目を伏せて静かに言った。神妙な振る舞い。それ。指図して、部下の者に伝七郎の両腕を取らしたとき。またしちゃい。またしちゃい。にわかに背後の闇に足音が乱れて、 行き席切って呼びかけたのは、小日向から追跡してきた松尾ビンゴの一体であった。ビンゴは、頭だった男を脇に連れて行って、何やら囁いた。すると、その男は、にわかにペコペコと頭を下げて、部下の者に伝七郎を引き渡すように合図した。松尾殿に、お引き渡しなさるのか伝七郎はきっとして叫んで、 その言葉に狼狽したように、こそこそと背を向ける男を睨んでいたが、ビンゴの配下が近づいてきて手を取ろうとすると、嫌だと叫んで飛びしった。そして相手が狼狽して踊りかかってくるのを、かいくぐったと見る間に、チケブに立ててその男は倒れた。伝七郎はまた走り出した。 18-1ただかつは夫の除名を承諾してくれて座を立った。だが、雪はにわかに物騒がしくなった邸内の物音を聞くとともに、夢の覚めたように己の行為が新しい目で振り返られてきた。夜明けの夢の中に上理が立っていると信じきっていたことが、目が覚めてみては多愛もない妄想に過ぎなかったことに気づくように。 己のしたことが実は女心の浅はかさから出た無視ろなものであることに気がついた。夫の性格は知りすぎるほど知っている。こうしたことを妻がしたのに生きてゆける人ではない。雪には叫び、罵り、摂取する夫の声が聞こえる。血みどろになって刀を振り、よろめき、傷つき、とふくする夫の姿が見える。 己を呪う、夫の悲痛な叫び。わらわらと震える指に己を刺して、像をし、嘲笑し、抱きする夫。あの人は死ぬ。あの人は死ぬ。雪は、おろおろと立ち上がった。いずれいらせられまする。そばに控えた老女が、厳しい目をして見上げた。あの人は死ぬ。あの人は死ぬ。 猛然とした目で、老女を見つめて、雪は独り言のように、口の中で呟いた。なんと仰せられます。老女が立ち上がって、雪の口に耳を当てたとき、違和感に雪は震えて、慌てて差し伸ばした老女の腕の中に倒れかかった。姫様、姫様、誰ぞいませんか、姫様が。老女は、老媒して叫んだ。もうよい。 お水をはっきりした声で言って、雪は立ち直ったが、すぐ崩れるように座って、お水をと言って、苦しげな呼吸を肩に刻んで、片手を前について、がっくりと首を垂れた。おやりなされまして、おろおろとそばに寄る老女に、お水をそして、うつぶした。ただいま、ただいまお持ちいたしまする。 老女が慌ただしく立ち去ると同時に、雪は弾かれたように飛び起きた。そして、部屋の隅に寝かしてある大一郎を抱き上げて、廊下に出て、庭木の影の物暗い庭に飛び降りた。十八の二。伝七郎の心は、一段の火の玉だった。一切の白は消えて、ただ一つのことが、 想像を絶した速さで、しんしんと回転しながら、念頭に燃え立っていた。雪、そちは鮮魚なことをしてくれた。わしはそちを切らねばならぬ。そちの首を、同志の人に、手むけねばならぬ。走っていく前方の闇に、妻の面影を思い描いて、伝七郎は心に叫び続けた。どこをどう走ったか。 道は大川端に出ていた。暁近い闇に美貌の色を乗せた水を見、岸につなぎ捨てた船を見たとき、電子治は走りすぎた足を返して鼓を走り降りたが、船のそばまで走り着くことはできなかった。途端に、どやどやと、鼓の上に馳せつけた追手の中から、ひゅーっと冴えた音を立てた六尺棒が飛んできた。 足に絡んで、どうと伝七郎は倒れた。追手は、後ろから、右から、左から、折り重なって襲いかかったが、振り子を争う画廊のように見えたその群れが、パッと乱れ立ったと見ると、伝七郎は血刀を振って、鼓を駆け上がっていた。追いすがる取手に刀を振って威嚇して、通りに出たとき、目の前に、亡霊のように立った女の姿を見た。 ユキであった。境邸を脱出したユキは、一度小日向まで帰ってみたが、家の手前まで来た時、逃走する子七郎を追いかけるビンゴらの足音を聞き、その後を慕ってここまで来たのであった。子七郎は、声を呑んで立ちすくんだが、たちまち。いえ、松尾ビンゴが言うたことはまことかと叫んで踊りかかった。 いえ、言わぬか伝七郎は、追っての足音に気をいらちながら、再び叫んだ。許してください。雪は叫んで、夫にしがみついた。まことか、まことか、まことか。か伝七郎はよろめいて、妻の手を取ろうとしたが、すぐ汚いものを避けるように。へい、夜な、夜な、と突き飛ばした。しかし、また飛びかかった。 おのれ、拙者を、裏切り者にしよったな。大一郎のかわいさに。えい、言うな、しねえと、刀をひらめかせた。死にまする。死にまするが、その前に、許すと一言、言うてくださりませ。大一郎のかわいさに迷うた、女の心の老化さでござります。許すと一言、言うてくださりませ。ひらめく刀の下をくぐりくぐり。 ゆきは必死に叫んだ。許せぬ。許せぬ。火のついたように泣き出した子供の声によろめいて、伝七郎の刀は、幾度か空を切ったが、突然、はと叫んで、雪がよろめいて、許すと、許せぬ。叫び返す電伝七郎の声の中に、雪は深く切られた肩先を押さえて、崩れるようにその場に倒れた。 続いて、電子七郎は、泣き叫ぶ大二郎を抱き上げて、胸に刀を儀しはしたが、させずに目を袖に当てて、タジタジとよろめいた。その時まで、遠巻きに物陰に潜んでいた鳥手の一人が、とったーと叫んで、稲子のように背後から組みついた。電子七郎は肩を振って振り離そうとしたが、鳥手のじってはギリギリと喉にしまって、 伝七郎の体は指のように沿った。死んでくれ、死んでくれ、そちを裏切り者の子として残しておける。かすれた声で言った伝七郎は大二郎の胸を刺した刀を返すや、タタタッと後じさりして背後の取り手を人家の壁に押し付け、前に迫る一人を足を飛ばして蹴倒して、えい、と凄まじい叫びを上げた。伝七郎の刀は、 己の腹を貫き、背後の敵を貫き、ガッと音を立てて、壁に突き刺さった。拙者は、男だ。拙者は、誇りを知る。拙者は、恥を知る。つぶやくように言う口に血を吹いて、首を垂れて、壁に沿って、ずるずると、電子治療は崩れた。ほのぼのと、 明けゆく空に、春光間近い伽藍の壁防主藍が、ギギとしてそびえ立つ戦争時の近く。大川端に近く。狭い、通りの中であった。